成りたため32月15日から1945年10月29日は、秋田県出身の日本の作曲家。秋田県北秋田郡与内沢町にて、役場職員の息子として生まれる。1909年、高野洲準教員準備場を卒業、秋田市藩学校に入学。同校を卒業後、和野郡手ケ内町の手マ内小学校で教鞭を1年間取る。 1914年、上野にある東京音楽学校に入学。在学中、ドイツから帰国したばかりだったザイヤの山田工作に教えを受けた。1916年頃、浜辺を作曲している。1917年に同校を卒業。卒業後は、九州の探し藩学校の義務教制を務めたが、作曲活動を続けるため、 東京市の赤坂小学校の訓導となる。同時期に赤い鳥の主催者、鈴木美恵吉と交流するようになり、同市に多くの作品を発表する。1922年にドイツに留学。留学中は当時ドイツ作曲会の元老と言われる、ロベルト・カーンに指示、火星学、対法、作曲法を学ぶ。1926年に帰国後、身につけた。 大砲の技術をもとにした理論書などを表すとともに、当時の日本にはなかった初等音楽教育での臨床の普及を提唱し、臨床曲集なども発行した。1928年に河村女学院講師、東洋音楽学校の講師も兼ねた。1942年に国立音楽学校の教授となる。1945年4月13日に空襲で、 滝野川の自宅が理災、与内宅の実刑宅に疎開する。実家で半年の疎開生活を送った後、1945年10月27日に玉川学園の教員として迎えられたため再び上京するが、29日、脳一血により死去した。53歳没。葬儀は玉川学園の行動で行われ、 国立音楽学校と玉川学園の生徒によって浜辺の歌が捧げられた。遺骨は故郷の流園寺に納骨された。故郷の米内沢には懸賞碑が建てられ、浜辺の歌音楽館で遺蔵の業績を紹介している。聖火は兄川ベリにあったが、1959年に五眼工事で亡くなっている。浜辺の歌やカナリアなどをはじめとする各曲。 同様の作曲家という印象が強いが、多くの還元楽曲やピアノ曲などを作曲している。しかし、ほとんどが空襲で失われたこともあり、音楽理論に長けた本格的な作曲家であったことはあまり知られていない。愛で死だった岡本俊明をはじめ研究者の調査では、作品数はこれまでに300曲以上が確認されており、 日本の音楽界で果たした役割の大きさが再認識されつつある。現存するすべてのピアノ曲を収めた CD が2007年に白石光隆の演奏により玉揺らからリリースされた。ありがとうございます。